めっちゃ青空。公開したら結構住所危ないね。そうだな。今へしたろ。今俺こうなったからかなと思ったけど。バイク。今日何するんだっけ。毎年恒例のカブトムシの幼虫のエアガエ。エアガエ。なんか。何俺中学生になってもやるの。中学生になってもやるの。やるでしょ。やるの。たまに出るからね。高校生になってもやるの。やるだ。高校生でもやるの。わかんない。本当か。反転があるのが俺のとこ見てないだろ。いやそんな見てない。30匹か50匹ぐらい全部やったんだろ性別判断。それマジ幼虫のあれ、これ一緒に判断してみようみたいなで見てねえんだろ。うんサムネは見たよ。お前見とよ。いやでも最近のあの動画見たら、もう完璧に性別判断 できるようになるから。成長日記は見てる。あマジで。性別はこれ見るの。ここに V マークあるから、これ押すね。 V マークあるでしょ、これ押すね。俺のあの動画あれ見たら性別判別絶対できるようになるから。出しといたら。そうだね。あの上ここに貼り付けとくか、これ押すですね。貼っとけ。かなりでかいよねこれ。でかい。いやこんなでかくなんだね。血統がすげえいいんだよ。毎回7センチ後半から8センチぐらいのやつのとか、メスだったら 5.5 センチとかの血統が混ざってるから。これ見たよそれさ。すげえだろ。なんか全て血統でしたみたいな。そう最近の動画あれ、あの今年の夏は本当にでかいのが大量に出てて、7.5 センチオーバー。ペットショップの人もびっくりしてたんだよ。え、何それを報告したら。報告したんだよ、したらえっつって、でかすぎです、全部でかいっすねって言われた。そうさらっとベルチューブ見ておいて。今回もこれでかいね。これでかくないこれ。あ、でかっ。でかっ。ぽいしたよね。すげえでかい。なんかどっか避けとこうぜ。お、第一匹目。でかいね、やっぱ全体に。でかい。これメスかな。ちょ、軽くそこ。これやばくない。卵？カビてないこれ。死んでるかもしんないね、これ。ほら、見て、ほら。え、これカビ？なんでこれ？オスにそんな卵みたいなのあるわけない、ね、これやばくない？これ見て、これ。これ何これ？これやばくない？ほら。中に粒々いっぱい入ってんだけど。でも他のにはないよ。これね、もしかするとこれ死んじゃうかな、これ。かな？ちなみにこれ性別オスですね。これ一応なんか生きてる感じはするんだよね。っていうか生きてますね。これなんかすげえ不思議。これすごいでかい。俺手でかいんだけど、ほらこんなだよ。ほら待って、これもでかいじゃん。こんなでかい。あ、やばやばいよこれ。でこれすげえでかい。うわやば、これ絶対、これオス。これちょっとこれで、これオスだ。かわいい。これでかいよ。それ楽しみだね。これめちゃくちゃ楽しみ。来年カブトムシも増やしてね、しっかり。あ、来年カブトムシの動画ね、なんかカマキリ結構あれだからさ、みんなもカブトムシも久しぶりに見たいだろうし、成長日記も面白いけどさ、最近見るのをサボってる。マジか。さ、最後に見たのが多分30何日マジか。もう60何日言ってよ。いやでもたまに見てるよマジで。
毎日コメントくれる人がいるよ。マジで俺が気持ちの支えになってんだよ、あれ。じゃあ俺も支えてあげよう。いらねえ。見ろよ、せめて。あと1日だね。今年は、去年立った目標は、全部クリアしたの？わかんない。じゃあズバリ、来年の抱負は？俺、まあ来年、まあ、来年ぐらいになってくるとさ、こう、ただ単に過激なことをやってもしょうがないかなっていうふうにさ、視聴者も増えてくると思うんだよね。ああ、普通の生活が見たいみたいなね。昆虫のね。普通に見たいみたいな。なんか今、過激なことをやればさ、子供の、対決みたいな。子供のクリックが増やせるから、さ、うん。この間言ったけど、でかっ、ずっしり感がすごいね、半端ないねこれ。なにこれ、なんかめっちゃちっちゃいこれクワガタみたい。マジで、うわ、こんなもんいる。死んだか、いや生きてる生きてる。なんか入っちゃったか。これは多分でかいやつって3例なのね、うん、これまだ2例だと思う。来年から本気出すってやつだね。受験の1週間前に勉強し出すみたいな。いるだろそれ。最大それ、さらに最大を超えたか、同じぐらいか。もうすごいやば、今出たのこっちね、やばいね、このサイズこれやばいぞ、マジで。これは期待できるね。伝わんねえか、これ。向こうだって70匹いるもん。頑張ろうよ。普通にアンパンマンの顔だと、アンパンマンの顔がどんぐらいのサイズなのかわかんないから。あれ、重さで測ってるチャンネル多いよね。あ、何グラムグラム系でね。これいいこと思いついたさ、元旦の動画でさ、元旦に出す動画でさ、この分全部数えてみたら。やべえ、頑張ってくださいね。期待してるよ、その動画が上がるの。俺は待ってるよ。元旦だったらいいか。そうだ、一回スッキリされてこれ。こいつまでやんのだんだん重たくなってくるんだろ。食べないこれ。あ、でかっ、でかでかで、お、やばでかっ、うわっ、でかっ、うわ、これ見て、これ見てよ、この頭の大きさがもうすげえいびつなほど小さいほど体がでかい。もうこれ一袋目いっぱいだよ。こんな感じです。これだ、これだ。悪いな。よし、うんこ2つ分ぐらいいったね。34か5だね。まあでも想定通りぐらい。死んじゃってるみたい。32 33 34。あ、あと病気いたら、病気のやつ。病気？そうだね。普通のね。そうだね。白がちょっと透けてるもんね。うん、これは謎。これなんだろうね。死んじゃうかね。うん、これなんかわかる人いたら教えてほしいね。コメント欄で。うん、はい、同じこともう一回やるぞ。あ、これえぐいわ。死んでる？あ、これ下手したら死人出る。何、どういう死に方？あ、いた。あの、食料不足的な。あ、土だ。なんか70匹減ってない？絶対減ってるよね。でも結構量いるね。共食いしたっぽいね。うん。これさ、ペットショップで売れんの？いや、売れないよ。育ちがいいのじゃないと売れないの。いや、カブトムシに関しては売れない。そうなの。簡単に増やせるしさ、そうあの、うん、農家とかだと山の方で、うん、今年ももらったんだけど、うん、大量にもらったの。誰に？隣。
買ったんだけど、うん、農家だと大量にさ、うん、あの掘ったらいっぱい出てきちゃうから、そういうのを販売したい。じゃあ薄葉とかは？薄葉は売れるよ、売ろうと思えばね。売んないよね、貴重だもん。俺あんまり生き物をさ、売ったり買ったりっていう感覚があんまり好きじゃないからさ、取る方が、そう、うん、取る方が、なんか商品っていう気がしないんだよね、生き物って、うん、それは人それぞれなんだけど、寒い中何やってんの？カブトムシの土かい。少しでかい。よし、日が暮れたけど終わったね。終わった。すげえ真っ暗になってきた。何匹いる？俺すげえいない？これいるね。見てこれ、これだって2個目のことだけででしょ。 うん、そう。すげえな、めちゃくちゃいる二段重ねぐらいになってるよね。ね、完全にオスですね。頭もでかい。さあこれ何匹いるかな。じゃあかけしない？こっちはもう潜っちゃった。かけしようよ。何匹いるかかけるか、うん、5。見せてくのやめようぜ、もうめんどくせえですからね。アミーゴ行って買ってこないから、それ後にしようかな。よし、これ俺やってちょっと見てんのかこれ一旦止める、うん、55? 55? これ 55? うん。でまだこんなにあんの？これ俺の負けじゃんこれ。はい、アイコン変えるの。これぴったりいけんじゃね。64でしょ。53だよ。すげえ増えたな。え、嘘。俺42だ。あ、そう、あ、そうだ。42。53。で、元は70いたんだよ。でね。68匹ですね。こっちでね。で、こっちで35匹。103匹ですか。全部で。全員帰ったらすごいことになる。103匹いるね。半分は買えないでしょ。